南北戦争中の北軍第10軍団は、当初南部軍管区に所属して、サウスカロライナ州での作戦に従事し、その後ベンジャミン・フランクリン・バトラーのジェームズ軍の所属となって、バミューダ・ハンドレッド方面作戦、リッチモンド・ピータースバーグ方面作戦に参加した。北軍第10軍団第一師団気象第10軍が正式に発足したのは1862年9月13日で、 あり、サウスカロライナとジョージア東部で活動していた部隊から構成された。初代軍団長は、オームスビー・エム・ミッチェルであったが、1862年10月30日に、大熱のため死去した。その後、ジョン・ブランナン、デイビッド・ハンター、クイン・シー・ギルモア、デイビッド・バーニー、アルフレッド・テリーが軍団長に就任している。 軍団は1862年から1863年にかけてジェームズ島及びモリス島に対する攻撃や第二次ワグナー砦の戦いと主にチャールストンに対する作戦に従事した。一方、フロリダにあった部隊はフロリダ最大の戦闘となったオラスティの戦いに参戦している。1864年初頭、ギルモアを軍団長とする第10軍団は ジェームズ軍の所属となった。第10軍団はバミューダハンドレッド方面作戦に参加し、5月12日5月16日のプロクターズ・クリークの戦いでは、停滞敗北を期している。コールド・ハーバーの戦いでは、主力となったポトマック軍を支援し、第2次ピーターズバーグの戦いは、主力となって戦った。1864年12月に第10軍団は解散し、 その白人部隊は新設の第24軍団の所属となり、黒人部隊は第25軍団の所属となった。これら旧第10軍団の部隊は第2次、フィッシャー取の戦いに参加した。1865年3月、第10軍団は再編成され、ジョン・マカリスター・スコフィールドのノースカロライナ軍管区の所属となり、ベントーンビルの戦いの場は、 ウィリアム・シャーマンの軍の一部となった。ベントンビルで南軍のジョセフ・ジョンストンが降伏した後は1865年8月までサウスカロライナとジョージアで基地任務に就いた。ありがとうございます。